私嬉しくなってコン君に抱きついちゃったの。それからもうドキドキが止まらなくて。大丈夫かな私、ちゃんと彼女やっていけるかな。でも頑張るって決めたんだ。見守っていてね、ママ、パパ、応援もしててね。だって、私の通う七海学園はドキドキと試練の連続だから。3学期に行う学年末課題は1年で最も大きな課題です。内容はまだ言えませんが、学年末課題で優勝すると獲得できるポイントも過去最大だそうです。へえ。過去最大のポイント？何するんだろう。これ取れば2年生まで俺たちのトップ独走は決まりだな。頑張りましょう。そしてその学年末課題の予選を今週行います。予選？体調管理をしっかりして悔いのないように臨んでください。そんじゃ帰って対策練るか。何するか知らんけど。はい。あ、私飲み物を買ってから行くので先に帰っててください。学年末課題か、どんなことするんだろう。あれ、ワオちゃん？何してるんですか？ワイちゃん、ごめんなさい、驚かして。様子がおかしかったので。どうしたんですか？ワイちゃん、どうしよう。そうだ、ワイちゃんもついてきて。何があったんですか？実は岩清水くんが知らない女の人とデートしちゃう？しー、聞こえちゃう。あ、ごめんなさい。昨日約束してるのを聞いちゃって。なんだよミク、明日？別にいいけど。でもうちの学校パートナー以外の人との交際は禁止じゃ。あ、相手の人来た。他校の方みたいですね。すごくかわいい。考えてくれた？もう一回付き合うこと。あ、元カノさんなんですね。勇気が七海学園行くって言うから別れたけど、うちはまだ納得してないんだから。ペアの子も好みじゃなかったって入学した頃言ってたじゃん。まあゴールデンカップルにはなれそうにないしな。もうどうでもいいよ。え？つまり付き合えるってこと？まあ2年になって転科してからなら。ワオちゃん！ん？モジャコ？は、あ、なんで？モジャコ？何その呼び方、ひど。もしかして勇気のペアの子？確かに、ああいうおとなしそうな子、勇気はタイプじゃないよね。うまくいかなかったのわかるかも。あ、いや、あいつああ見えて中身は結構面白いよ。あ、そうなの？ごめんね。絆生まれちゃってる感じ？まあそれなりには。岩清水くん、気になっていたんですが、ゴールデンカップルになれそうにないから転科するって。なら、なれそうだったらこのままペアを続けるってことですよね？そりゃまあ20位以内とかならまだ諦めないだろうけど。つまりワオちゃんとペアを解消したいわけじゃない。それなら、それなら最後のチャンスにかけてみない？学年末課題で優勝。54位の私たちじゃ優勝してもまだ20位には届かないかもしれないけど、注目されたら風向き変わるかもしれないし。あ、私もそう思います。無理だったら今度こそちゃんと諦めるから。というか、岩清水くんが嫌でも私は頑張ってみる。な？は？意外性あるんだよこいつ。動画も見てね。